はい、どうですか今の気持ちは。怖いです。今日何するんですか。手術をします。どっちですか。どっちのね。左。そうだね。大丈夫、すぐ終わりや。クリペン連れてきたし、ね、行こう行こう。うわ近い。準備しますよ。お着替えです。まずはおむつね。おむつは赤ちゃんの時以来ですね。まだ脱がないで。あとパジャマに着替えます。今日はみーちゃんが好きなカビの花。カビ生えてません。こういう模様になってるだけな。そうなんです。リトルグリーメンパジャマとズボン。麻酔が覚めて2時間経ったらおむつ外せるから、それまでは、はい、赤ちゃんの頃を思い出しておむつを履きます。これはい、じゃ着替えます。これで手術に挑みます。みーちゃんの目にね、先生が書いたんだよね、印を。でん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 、矢印。またポーンってなって呼ばれるから、じゃあそれまでベッドで転がってな。タブレット見て待ってよ。まだします。薬効いてくるからね。暑い？暑くね。うん、じゃあ布団かけとこうね。うん、もうちょっとかける？いや、かかったよ。じゃあ肩までかけてあげるね。お顔だけね、見えるようにね、息ができなくなっちゃうから。点滴も引っかかってないね。大丈夫だね。今ここいるからね。おやすみみ。聞いてくるよ。大丈夫だよ。涙が出てきた。出し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 た。痛いのね。怖かったの。そっかそっか。麻酔はさ、みーちゃんちゃんとお口で吸えてた。泣かない泣かない。苦しそうじゃん。どうだった？鼻で吸わなかった？臭くなかったじゃん。そっか、よかったね。看護師さん教えてくれてよかったね。じゃなきゃ臭い匂い嗅ぐとこだったもんね。頑張ったね。みーちゃんはいつ頃目が覚めたの？お部屋戻ってくるとき？なんかコロコロコロって台車が動いてるなって感じだったの？あのベッド。もっと前？終わった時に目が覚めたのかな、ちょうど。お目目触んないよ。触んない触んない。手術中はねんねんしてたの？そっかそっか。ね、でもいきなりふって目が覚めるからね、何が起きたのか分かんない状態だもんね。分かったね。大丈夫大丈夫。はい、大きく息吸って。クリペン連れてきたんで、ここにいるの分かる？
目が痛いね。うん、さっき看護師さんがさ、痛み止めやってあるからもうちょっとしたら効いてくるよだってね。こすったりしないでお目目そっち閉じときなね。うん、大丈夫よ。うん、ズキズキ痛いのか、頑張ったね。うん、苦しくない？大丈夫？うん、ゆっくり息吸ってね。大丈夫？早いね。ゆっくり息吸って少し寝ちゃおう、み。目が痛いよね。お薬効いてくるからもうちょっと待とうね。大丈夫だよ。あ、そっちの目、自分何もなってない方の目ね。うん、頑張ったね。明日何のケーキ買おうかね。チーズケーキ？うん、チーズケーキ買うね。うん、うん、大丈夫だよ。あ、ちょっとごめんね、これつけとこね。酸素だって。お耳から取れちゃったの。ちょっとごめんね、お耳かけるね。痛くない？大丈夫？こっちはこっち、よいしょよいしょ。お耳の上に、みのお耳ちっちゃいんだね。うん、おやすみ。少ないのかね、手術後は。どうなんだろうね。きっと先生来たら外せるか聞いてみればいいやね。やっぱあるとちょっとね、邪魔だもんね、いろいろね。あ、少し涼しくなってきたよ、み、ね、ある程度涼しく冷えたらね、また温度元に戻さね。早くこのおむつをパンツにしたいね。もう少しで2時間。みがこのね、お部屋に帰ってきたのが12時10分ぐらいだったから、あと30分ぐらいで2時間。ママ横で手術する。うん、ママ、みーちゃんが眠ってもうほらしっかり眠りについたなってなったら、ママこっちのお部屋戻ってきた。だからママもうおめめどんなことをしてたのかが全然わかんない。お知らせくれるってしたから、お知らせになるの待ってたら、いきなりみーちゃんが戻ってきてびっくりしたんだよ、ママ。あれってなった。少しずつ意識がはっきりしてきた。うん、うん、暴れてたの覚えてる？うん、看護師さんのことをいつものみーちゃんの迫力でダーンダーンって足振り上げて出したから、ちょっとかわいそうだったよ、看護師。寒い。首が寒い？うん、少し体寒い。じゃあちょっと温度また上げようね。うん、冷えたらね、元の温度に戻してくるね。じゃあどうですか、美味しいですか？うん、ちょうどおやつにゼリーです。どんな感じ？こっち、しかも
目とか覗いて。あ、さっきより目開くようになってきたね。あ、充血全然してないね。今も赤くなっちゃうかなと思ったけど。痛みは少し落ち着いてきた。まだ痛い。でも先ほどじゃないでしょ、あの。ちょっとずつ痛みなくなってくる。一緒に食べてんな。ゆっくり食べな。一気にさ入れるとお腹びっくりしちゃうからね。ちょっとずつ食べよ。夜ご飯なんだろうね。楽しみだね。ママも同じなのか。そう、同じので。ストロー二つに見える。うん。カバーのね。どうしてもね、一週間ぐらいぼやけちゃうって言ってたからね。待ちに待った夕飯ですね。美味しそう、いい匂いする。きなこ美味しい。あ、きなこ入ってんの？やったね、ミーア、プリンとジュースもついてるよ。じゃあ食べましょう。汚くなるよ。また天気いい日に洗わなきゃ。はい、じゃ食べましょう。いただきます。いただきます。はい、ここなんかついてる。あ、取れた。なんか爆発しそうで怖いな。確かジャムしなかった。うわあ、あれみーちゃん、これさ、これ部分、赤い線のところまで開封してシロップを捨ててください。あお。じゃあまずこれ捨ててこなきゃダメなんじゃん。シロップ食べる。ダメ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 。シロップ捨ててきたのでどうぞ。そっち、うん、動かすの痛いね。あ、すごい流し込んだ。よかったね。パパありがとう。もう汚すなよ。ありがとう。ごちそうさましてください。はい、ごちそうさまでした。みーちゃん寝る準備はできましたよ。あ、眩しいね。ごめん。キスや、また明日ね。タッチ。じゃ消しますや。うん。はい、おやすみ。この優しいオルコールの音を聞いて眠りますや。おはよう、みーちゃん。昨日よりちょっと目が赤くなってるのかな。ちょろっと動いてみて。こんにちは。指の方を見るのだ。朝起きたらさ、クリペンがね、今ここにいるけど、よいしょ、よいしょ、こうなってた。顔がはみ
み出てたから戻しといたよ。おー、7時30分ご飯だから、あと10分したらご飯でみ。おー、やったね。朝ご飯なんだろう。あー、野菜ジュース、昨日の夜のね、今持ってこよう。今日は目の痛みはどう？昨日と同じぐらい？痛くなってきた。あ、ほんと？あ、ほんと、目薬あったんだ。ね、目薬もしとかないと。ちょっと待ってて。朝ごはんが来たよ。今日の朝ごはんは？牛乳。あ、牛乳もある。美味しそう。お姉ちゃんにカレーあげる。これなんだろうね。マヨネーズ。マヨネーズと、なんだろう、ハムみたいのにお野菜が巻かれてる。まず食べてごらん。好き嫌い良くないもんね。あと昨日のジュースと牛乳と昨日のお味噌汁も食べようかね。いただきます。あと飲むの？あ、分かったよ。じゃあ飲まなかったら持って帰ろう。どうでしたか？怖かったね。ね、頑張ったね。クリペも涙で臭くなったから今度お洗濯しようね。ね、まだ目はぼやけてんの？だいたい1週間ぐらいだって。で、その目の赤くなってるところもそこは1ヶ月ぐらい。目薬がなくなる頃までは少し続くよって先生言ってたから。無理はしないように、こすらないように過ごしましょう。はい、お疲れ様でした。頑張ったね。うーん、お疲れ様。